前回のね、最後にも言ったんだけど、ちょっとね、悔しかったので、今回ね、再チャレンジしていきたいと思います。皆さんこんばんは。今回もね、ファスモフォビア遊んでいきましょう。さあ、ということで、今回の、幽霊の名前は、ジョーゲイトンかな。まあ、読みやすいっちゃ読みやすいけど、合ってるかわかんないんだよな。はい、ということでやっていきましょう。まずね、開けちゃおうか。うん。で、この懐中電灯ね、明るい方買ったので、これを持って、どうしようかな。あ、温度計忘れた。あるある。びっくりした。温度計忘れたかと思った。びっくりした。よかった。よし。じゃあ、やっていきましょう。さあ、今回は当てたいね。EMF ね、ちゃんと、いきなり10度とか出てたの。うん。前回ね、EMF のね、電源が入っていなかったからなのかわからないんだけど、19度。うん。あんまり変わらないかな。18度。19度。うん。うん。暗いな。15度。なんか向こうの方でパチパチ言ってんね。13度。16度。ここか？17度。19度。うん。18度。そんな変わってる感じしねえな。16度。そんな変わってる感じしないね。開いたね。10度。16度。17度。ここにバッテリーか。うん。この辺で間違いないだろうな。なんだこれ。なんだこれ。21。7度。18度。まあ、おそらくここだろうな。落ちてるしね。一瞬なんか、10度近くまで下がるんだよな。ここか。ここだね。8度。ここだな。OK。そしたら、アイテム持ってこようか。今回は当てたいね。なんか、骨みたいなの残したけどね。なんだろうなと思って、まじまじで見ちゃったけど。EMF 置いてくればよかったな。まあ、しょうがない。ついてるよね、これね。F でつけるわけじゃないよね。反応してる。ん？こっちで反応してる？あ？え？とりあえず、写真撮らして。はい、チーズ。OK。で、これ拾おう。よし。は？ EMF 反応したの。待って、これ拾いたい。4度。こっちが反応してるな。21度。ん？ 6 度。3 度。2度。6度。あ、この辺か。2.1 度。4.0。5.5 度。3度。この辺りだな。なるほどね。OK。とりあえず、他のアイテム持ってこよう。
そうか、台所の方じゃなくて、なんか廊下でな、反応してんの。廊下か。オッケーオッケー。で、プロジェクターと本持っていくか。やり方分かったらもうね、余裕よ。あ、家の中じゃないと置けないんだな、これ。すごいね、ちゃんとしてる。これを、ここに置きたいな。で、本をね、この辺に置いとくか。で、あと、あれだ。なんだっけ。声を聞くのをやろうか。声を聞くのと、ビデオかな。上ゲイトンかな。上ゲイトン。オッケー。上ゲイトン。めっちゃ光ってんな。電気消さないとダメなんだっけな。したら、ブレーカー落としちゃうの手っ取り早いから、ブレーカー落としちゃおう。いい。さあ行こう。上ゲイトン。上ゲイトン。聞こえますか？どこにいますか？近くにいますか？近くにいますか？アピールしてください。どこにいますか？何歳ですか？近くにいますか？何歳ですか？男の人ですか？女の人ですか？近くにいますか？1階ですか？地下にいますか？アピールしてください。聞こえていますか？反応はなさそう。どこだ？ EMF 見なかった、俺。待ってね。EMF。見づらい。OK。なんか映ってる？明るすぎんだよな、ここ。どっちに置くべきなんだろうな、これ。これさ、上に置けるのかな、これ。あ、置ける。置けるけど、なんか微妙。微妙だね。あ、オーブ飛んでる。オーブ確認。これもういいです。オーブは確認しましたので、あとは、これが反応するかどうかなんだよな。はい。温度はどうなってる？今。5.3。まあ、とりあえず、本に書く可能性もあるから、一旦引くか。さよなら。よし。あ、あとあれだ。なんだっけ。あれを見てないね。87%。指紋見てないよ。指紋を見よう。あとは、十字架か。よし。じゃあ、ちょっと指紋を見てみようか。指紋があるのかどうかなんだけど。ありますね。指紋あります。証拠。指紋とゴーストオーブ。指紋、ゴーストオーブ。ですね。
本は書かれてない。これじゃない。これいらない。あとは、これに反応してんのかどうかかな、あとは。うん。あ、今通んなかったか？今スッと通ったように見えたけど。違うか、今の。なんか今反応したように見えたけどな。歩いてる音はするんだよね。もっとこれくっきり見えねえのかな？わかんねえ。本には書いてないね。まあそんなすぐ書くわけもないか。一旦下がってみるか。よいしょ、お邪魔ー。あ、閉めといてあげ、閉めとくね。閉めといてあげるね。今反応してんのが、バンシーハントゥバケギツネか。バケギツネっての俺初めて見るんだよな。バケギツネ。ゴーストが干渉を行った際に痕跡が残る確率が極めて、ああ、そうなんだ。ゴーストが変化すると特殊な痕跡が残、特殊な痕跡ね。レベル5にはなってない感じするんだよな。81%。まあ、まだ大丈夫だけど。うん。あとはもう、あれだな。中に入っていろいろ、やるしかないな。あれに反応するやつはまだいるのか？今、反応してんのが、ハントゥーとバンシー。ハントゥー、なんだっけ？ハントゥーとバンシーか。バンシーは、あ、プロジェクター反応あるね。それから、ハントゥー。ハントゥーが、氷点下になれば、ハントゥー。だねー。なるほど。閉めとこう。いい。うん。とりあえず、塩、持っとくか。この辺歩いたら、わかるからね。足音でかいね。ふんのぼってるね。この辺にいるんだよね。完全にいるんだよ。うん。多分だけど、多分だけど、カメラどこ？カメラどこ？これ？はい、足跡。足音めちゃめちゃ聞こえんだよな。なんかさ、プロジェクター反応してる感あるのよ、俺なんか。わかる？なんかスッてさ、影が通ってる感じ。おら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 。これ俺ね、勝ち、決め打ちでいいと思う、これ。多分だけど。多分だけど、これね、プロジェクター反応あると思うよ、これ。反応あると思う。今のがそうじゃなかったら俺わかんないんだけど、多分そうだと思うんだよね。だからプロジェクターオーブ、指紋でバンシーで、確定だと俺は思います、今回。さっくり言ってると思う。多分プロジェクターってこういう使い方だと思うんだけど。お！合ってたんじゃない？これ。合ってたんじゃん。バンシーだよね、やっぱりね。やったじゃん、これは。おー、稼げたね。アンロックを解除、ナイトメア。はい。いや、やった、嬉しい。俺、バンシーって言ってたもんね。うん、正体解明。うん。いや、やったなー。で、これね、やっぱりほら、骨の証拠とか、そういうのをこう撮ったりすると、写真とかね。撮ると、それもこう、お金に反映されるので、ああ、よかったな、結果詳細。
あ、こういうのが見られるんだ。明るい場所にいた時間とか。あ、同じぐらいの時間だね。なるほど。うん。ゴーストの鑑賞20回なんだ。はあ、なるほどね。いや、でも、プロジェクターの使い方がね、分かってよかったかな、という感じですね。はい。ということで、今回はね、前回よりは短くなっていると思うんですが、はい。次回は、同じところで、セミプロにね、今セミプロだっけ？今セミプロだっけ？ちょっと確認するか。今がアマチュアだから、次回はこのセミプロっていうのに、挑戦をね、してみたいと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、通知の Twitter、インスタ、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。